縄からの街からこんばんは、どうもヒカックゲームズです。ということで今日もですね、ウィニングレバーアプリ2020最新情報やっていきたいなと思うんですけど、本日はですね、アイコニックモメントマンチェスターユナイテッドレベマ比較やっていきたいなと思っております。いや来ましたね。はい、アイコニッククラブ単位で来るのは第4弾ということで、マンチェスターユナイテッドやってまいりました。これは嬉しい方すごく多いんじゃないですかね。まあ特にアイコニックベッカムですよね。僕の中では勝手にアイコニッカムって呼んでるんですけど、このアイコニッカムがなかなかえげつないのろくちしてますので、その辺も楽しみにしながらこの動画見ていただきたいなと思っております。てか個人的にさ、このツイッターにウィニングイレブンの公式さんが上げるこの画像好きなんですよね。なんかこれ見るだけでワクワクしますよね。はい、というところで、実はですね、前回ローマの時に個人評価っていうのをしなかったんですけど、コメント欄で結構評価してくださいって意見あったので、今回からまた復活していきたいなと思います。まあアイコニック基本的に強いので評価する意味ないかなって思ったんですけど、まあまあまあ一応やっていきましょうかね。はい、独断と偏見にはなるんですけど、 S から C までの評価でやっていきますので、ぜひチェックしてみてください。ということでいきましょう、レッツゴー。はい、まずはですね、 A プラ評価、能力が非常に高くガチスカ級選手ということで、一発目ギグス選手ですね。ギグスなんかさ、ユニフォームが一人だけ赤じゃなくて白なのがなんか逆にいいなって感じしますよね。で正直ですね、最初ギグスの能力値見た時に、いやーこれどうなのって1レベルの時は思ってたんですけど、いやこれ結構強いね。圧倒的なスピションとドリブルを持っていて、もうこれ一言で言うと、うん、間違いなく強いですね。はい、語彙力完全なくなってるんですけど、さらにですね、パスとか決定力も90超えてくるので、攻撃面は本当に穴のない数値ですよね。ウィングストライカーでこの安定感持ちつつ、長所も全てプラスあるっていうのは、もうこれだけでなんかすごく魅力的だなって思いますよね。でスキルはですね、かなり豊富で10個全て持ってるんですけど、まあダブルタッチとかワンパとかあったらもっと面白かったかな。で適正で言うと、やっぱりウィングストライカー生かしてウィングで使っていただくのがいいと思うんですけど、 CMF 本適正なんかもあるので、意外とこういうとこ使ってみると面白いのかな。ぜひ使った方いたらですね、感想とかもいただきたいなと思っております。でプレイスタイル比較するとこんな感じで、いや左利きウィングストライカーで最高峰だねこれね。いやめっちゃ魅力的だなって思いましたね。オフェンスエースから決定力まで全てトップ数値取れていて、まあでもあとはあれかな、利き足をどれだけ重視するかってとこですかね。やっぱり右利きウィングストライカーの方がいい選手たくさんいるので、そこと比較するとまあ A プラぐらいかなってところで今回 A プラにしたんですけど、とにかく左利きっていうのを重視する方であれば S 評価クラスなのかなとは思ってますね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、スコールズ選手ですね。もうスコールズも強いんだわ。でもアイコニックみんな強すぎてね、まあ比較してる分には結構面白いですね。で、通常レジェンドがスコールズはいるので、そこからかなり強化されて、今回アイコニック初登場という形ですね。で、ドリブル面はですね、まあトップ層と比較すると、まあそこそこって感じなんですけど、フライパス99カンストだったりとか、パス数値に関しては鬼ですよね。はい、もうオンチャレでさ、ムバッペとかオーバメヤンが走って、そこにフライパスするスコールズがもう完全にイメージできちゃいますもんね。はい、そのくらいまあフライパスがやばいですし、スピシュンなんかもですね、プレイメーカーの中では最高クラスなので、はい、ここも大きな魅力ですよね。でさらにですね、もともと高いキック力だったりとかフィジカルの強さもあるので、いやーこれ中盤としてはなかなか使いやすそうだなっていうのは見てて思ってましたね。でスキルもですね、ワンパだったりとかパス系豊富に持ちつつ、パスだけかなと思いきやシュート系も非常に豊富なので、決定力以上の得点能力っていうのも生み出せる選手なのかなと思います。まあこれでライブアップデート B でコンアン8だったら、いやもうね、ヤバすぎうちトシヤって感じですね。でプレイメーカー比較でいくとこんな形で、やっぱりこれも比較して分かる強さありますよね。結構トップ数値あるなと思っていて、オフェンスセンス、フライパス、瞬発力など嬉しいですし、地味にですねアグレッシブネスなんかも非常に高いので、まあドリブル面とかグラウンダーパスでいうと他選手に劣るところもあるんですけど、総合力でいうとまあ非常に高い選手なのかなとは思ってますね。はい、ということで次行きましょう。はい、最後はですね、 S 評価ぶっ壊れ選手、基本的に誰が見ても当たりの選手ということで、はい、ベッカム、アイコニッカム選手ですね。はい、アイコニッカムなんて言ってる人多分僕以外に誰もいないと思うんですけど、いやこれやばすぎるよね。もう能力値でさ95以上の数値が多すぎて、はい、もう一言突っ込ませてください。緑の多さ、アマゾンの熱帯雨林かっていうことで、はい、もうパッと見た時にドリブルとかスピードが90前後で、もはやちょっと低いのかなって思っちゃうぐらい他数値がめちゃめちゃ強いんですよね。で欠点は逆足精度ぐらいかな。ここが1なので、ここは確かに気になるんですけど、オフェンス系はですね、軒並み95の数値超えてきますし、本当にドリブル、パス、シュート全てが最高級って感じですよね。なんだろう、もう前菜、メイン、デザート全て星5ランクって感じですね。でスキルもですね、パス系特化かと思いきやワンタッチシュートなんかもすごくでかいの
ので、いやーやっぱり優秀ですよね。で今回ですね、実は通常との比較で言うと能力が非常に高くなってるんですけど、スキルはですね一つ余ってた枠が低弾道ロブが追加されてるんですよね。である意味ですね、通常は自由にスキル追加できたので、ここが差別化にはなってるとは思うんですけど、まあでも能力がやっぱりぐっと高くなってるので、まあスキル枠が面白いとはいえやっぱりアイコニックなのかなと思ってますね。であとは本当にクロサーっていうプレイスタイルがちょっと特殊なので、はい、このあたりはまあ使いながら慣れていただく必要はあるのかなと思ってますね。はい、こちらもまあコンディション程度8でライブアップデート B 固定なので、はい、基本的にはまあガチスカで長く使える選手なのかなとは思ってますね。はい、ということで今回ですね、動画以上で終わっていきたいなと思います。こちらの3名いかがだったでしょうか。こうやって紹介すると引きたくなると思うんですけど、まあ今後もアイコニックはいろんな選手出てきますので、はい、まあどうなるかわからないですけど、自分の中で勝負したいと思ったらしっかり軍資金貯めて勝負していただきたいなと思っております。ではですね、今回の動画以上で終了していきたいなと思います。いいと思ったら高評価、チャンネル登録していただけるとすごく励みになりますので、よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。本日も動画見ていただいてありがとうございました。ちょっと今日昼間はね、お花見してたりとか、100日後に死ぬワニを楽しみにしてたりとか、はい、いろいろしてたら動画投稿遅くなっちゃいましたね。はい、今週末はですね、動画もそうなんですけど、生放送もいろいろやっていきますので、よかったらチェックしていただけたら嬉しいなと思います。ではですね、この後のエンディングにクイズ答え書いてますので、確認してみてください。バイバイ。